それでは出発いたします。動きますのでご注意くださいませ。お待たせいたしました。このよりゴンドラは中腹駅を後にし山麓駅へと下ってまいります。途中鉄塔通過の際多少揺れますので、お近くの手すりまたは釣り手におつかまりくださいませ。鉄塔通過でございます。揺れますのでご注意くださいませ。皆様、モイワ山はいかがでしたでしょうか。こちらのモイワ山ロープウェイは昭和33年に運転を開始いたしました。その後、2度の大きな改修を経て、現在のより静かで快適な乗り物へと生まれ変わりました。ゴンドラの色は自然との調和に配慮した札幌市の景観70色の中より、モイワ山に生息する動物の代表であるエゾフクロウをイメージしたシルバーとエゾリスをイメージしたオレンジを使用しております。それでは山麓駅到着までの間、ゴンドラ内でのひとときをお楽しみくださいませ。まもなくロープウェイ中間地点でございます。進行方向右側前方より上りロープウェイが参ります。皆様よろしければ一緒に手を振ってみてください。ありがとうございました。本日お越しくださいました、こちらのモイワ山は市内中心部より約5キロと非常に近く、都市と自然が隣接した全国的にも大変珍しい山でございます。450種類以上の植物が生い茂り、年間約600トンの二酸化炭素を吸収し、環境保全にも役立っております。春の新緑、夏の登山、秋の紅葉、冬のスキーと四季を通じて皆様に親しまれており、標高531メートルにちなんだ5月31日のモイワ山の日など1年を通してさまざまなイベントを催しております。またモイワ山をアイヌ語でインカルシペルプリと呼んでおり、その意味は眺めの良い山とのことです。このモイワ山からの眺めをはじめとする札幌市の夜景は、昨年10月に開催されました夜景サミット2015において長崎、神戸に並び日本新三大夜景に認定されております。テレビ塔は穴が開いてなくて、ペット通過いたします。通過後前後に揺れることがございますのでご注意くださいませ。途中に緑のあれが、あれがテレビと。大変お疲れ様でございました。山麓駅到着でございます。皆様、お忘れ物をなさいませぬようお気をつけくださいませ。なお、お降りの際はお足元の段差に十分ご注意くださいませ。この後、ゴンドラがホームに入る際揺れることがございますので、お近くの手すり
または釣り手にお捕まりのまま、もう少々お待ちくださいませ。本日は藻岩山ロープウェイをご利用いただきまして誠にありがとうございました。皆様のまたのお越しをスタッフ一同心よりお待ちしております。どうぞお気をつけてお帰りくださいませ。お疲れ様でした。